ダイエットにおすすめの美味しいおやつお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいますともとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクに痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは早速1つ目の項目です。なぜ今からお伝えするおやつがダイエットにおすすめなのか、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。痩せるポイントは2つあります。1つ目はこのおやつの食材ですね、使っている材料が腸内環境を整えてくれるものを使っているからです。そして2つ目、無添加だからなんです。そのおやつには化学調味料や香料、人工甘味料、合成着色料など余計な添加物が入っていない安心安全の痩せるおやつだからなんですね。やはりおやつにはこういったものがたくさん入っているものがほとんどですので注意が必要です。では2つ目の項目です。何を気をつければ良いんでしょうかということで、今回はとにかくその添加物についてですよね。食品添加物を取ってしまうと腸や肝臓にとってもね負担がかかるんですよ。もう余計な仕事がね増える。もうただでさえね食べるものを消化吸収してもういつもいつも頑張って働いてるところに加えて、こういったですね分解するのにも非常に手間がかかるようなものを入れてしまうと、もう腸がですねもうふてくされちゃうんですよね。もうやだって、またこんなもの入ってきたって、もうどれだけ大変だと思ってんのよっていうわけですよね。なので入れないのが一番なんですよ。そうすると、入れている方っていうのはですね、腸がその食べたものを消化吸収できなくなってしまう、疲れちゃうわけですよね。するとどうなるか、あなたはですね、栄養不足になってるんですよ。食べれば食べるほどどんどん栄養不足になってしまって、結果痩せるホルモンが作れない。なぜかというと、ホルモンの材料が栄養ですからね。やっぱり栄養が取れてない方、栄養不足の方っていうのは痩せることができないですよね。なので痩せるためにはしっかりと栄養を取ることが大前提になってくるわけです。その時にやはり腸に負担をかけないものっていうのがとっても大切なんですよ。では具体的にその添加物ですよね、何でしょうということで、特に気をつけていただきたいのが化学調味料です。よく市販に売っています、おやつ、お菓子系ですよねの原材料名を見てください。もうほとんどのものに調味料かっこアミノ酸などと書いてある。これがグルタミン酸ナトリウムのことなので、実は化学調味料、別名うまみ調味料とかも言いますけれども、そういったものが入っていないものを選んでくださいね。そして2つ目は人工甘味料です。もうおやつといえばね、やっぱり甘いものっていうのがね、定番だと思うんですけれども、そこで例えばダイエット中だからといってこういった糖質ゼロとかノンシュガーとか甘いのにカロリーが少ないカットとかね、そういったのっていうのは人工甘味料がねたっぷり入ってるんですよね。でよくダイエット中でねカロリーが低いんだったらいいよと思って食べていたっていう方はね、気をつけましょう。なぜかというと、こういった人工甘味料を取り続けてしまいますと、あなたはですねますます甘いものがやめられない、止まらない、でますます欲しくなっちゃうというその悪循環になってしまうんですよね。負のスパラルですよ。そういったところに足を入れないためにもですね、まずはこういった甘いのにカロリーがないっていうものは、脳がですねますますおかしいな、全然カロリー取れないって、これじゃ生きていけないじゃない、もっと食べなさいよって命令するわけですよね。危険なわけです。脳が勘違いしてしまうわけですよね。そういったものを入れないということです。では3つ目の項目です。どのようにしてそのような痩せるおやつを選んで、どうやって食べれば痩せるんでしょうかということで、今回はですね無印良品さんで選んできましたおやつトップ3ランキング形式でお伝えしていきますね。で今からお伝えするこの美味しいおやつですね、何が使われているかと言いますと、メインはナッツです。でナッツはですねやっぱダイエット向きなんですよ、適量であれば。なんといっても太るもと、糖質が低いロカボ食材です。でまた脂肪燃焼効果があったり、代謝をアップしてくれたり、悪玉コレステロールも減らしてくれたりとですね、
もうこんなにもね大糖効果があるのがナッツなんですよね。そして何よりもやっぱりね栄養価が高いのでしっかりと栄養が取れるおやつですよ。そうすることで先ほどお伝えしました野生ホルモンを作る材料がこの栄養ですからね、おやつでしっかり栄養を取っていきましょうねということで選んでみました。はい、そしてこのおやつはですね人工甘味料使っていないんですよね。その代わりに蜂蜜をベースに作ってくださっています。で、蜂蜜っていうのはもちろん取りすぎてしまうとカロリーオーバーなので適量であれば OK です。しかも腸内環境が整うですね効果がいっぱいある甘味料なんですよ。脂肪燃焼効果が実はねあるんです、アミノ酸があるおかげで。そして腸内環境を整えてくれるオリゴ糖やグルコン酸も入っています。また脂肪燃焼効果を高めるポリフェノールも入っていますし、実は蜂蜜にもビタミンですね、ミネラル、栄養価がたっぷり含まれていますから、これもおやつにおすすめになります。ではお待たせしました、トップ3ランキングの第3位はこちらです。はい、素材を生かしたナッツバー、リンゴピーカンナッツシナモンのバーになります。こちらですね、1袋あたり 40g 入ってまして、エネルギーが 186kcal、 タンパク質が豊富、 3.2g 取れちゃいます。でこちらですね、原材料名は一番最初に蜂蜜が来てまして、その後ナッツが続くんですよね。でまた乾燥 のフルーツも入ってるので、そこにちょっとね一部こちらは食塩とか寒天とかシナモンですね、砂糖は入っていないですね。乾燥したリンゴとかプラム、レーズン、キビパフ、アマニシードとかですね、こちらですね、ちょっと試食してみたいと思います。もう先ほどは香りがね、アップルシナモンなのでアップルパイみたいな香りが充満するんですよね。さっきからアップルパイといえばリンゴとシナモンってもうね、もう想像しただけでも食べたくなっちゃいますよね。リンゴのところだけでも食べたいと思うんですけれど、ちょっといただきます。美味しい、口の中にもうまさにアップルパイ食べてるみたいな感覚になりますよ。美味しい。これはですね、まあ1本あたり186キロなんで、そうですね、ダイエット中であれば 2,3 回に分けて召し上がっていただくといいと思います。では第2位はこちらです。はい、同じくナッツバーの今度はクランベリーピスタチオブルーベリーのバーです。こちらは同じく1袋 40g あたり、先ほどのこの第3位のバーと比べたらカロリーが低いですね、180kcal です。しかもタンパク質がさらに豊富で 4.0g も取れます。でこちらも原材料名は最初に蜂蜜が来ていて、それがナッツ系ですね。であとここでクランベリーがですね、ちょっと加工する過程で少しお砂糖、ブルーベリーもお砂糖が多少入っていますが、この量であればいいと思います。人工甘味料ではありませんからいいと思います。でこちらも同じくね、キビパフとか今度ひまわりの種とか寒天とかね、そういったものが入ってますね。ブルーベリー、クランベリーなどのフルーツとピスタチオやアーモンドも入ってます。でアーモンドもね、痩せるナッツですよ。これも脂肪燃焼効果も高いですし、ビタミン E も豊富なのでね、もうどんどん脂肪燃やしてくれます。ではこちらも一食いただきたいと思います。このピスタチオの色は綺麗ですね、緑の。いただきます。美味しい。ピスタチオ私大好きなんですけど、なんともこの、わかります、ピスタチオの美味しさ、こうね、なんか深い味しますよね。ナッツの中でも美味しいですね。こちらは、まあ、同じく 2,3 回に分けて召し上がってくださいね。では第1位はこちらです。ナッツバーのカシスアーモンドカカオ味になります。こちら一番ねカロリーが低いんです。1袋 40g あたり 172kcal、 そしてタンパク質が豊富、 4.0g も取れます。でこちら原材料名やっぱりね、蜂蜜が一番最初に来てまして、次にダイエット効果の高いナッツの中でもアーモンドが入ってるんですよね。でまたクランベリーと
クランベリーだけですねがちょっとね加工の工程で砂糖少し入ってますけれども、まあ、こんなねところどころに入ってますから大丈夫です。人工甘味料ではありません。そして乾燥カシス、しかもねこれねカカオが入ってるんですよ。このカカオがまたね痩せ効果がねあるんですよね。こちらも試食してみたいと思います。もう先ほどからもチョコレートのね香り美味しいですよね。カカオも美味しいですよね。いただきます。わあ、カカオのカカオニブが入ってますね。めちゃくちゃ美味しい。あのクランベリーとかカシスのこう甘酸っぱいフルーツにこのカカオがめちゃくちゃ合う、合います。美味しいですね。本当チョコレートバー食べてるような気持ちになるぐらい、なんでこうダイエット中でチョコレート食べたいけどやっぱりちょっとなっていうとこありますよね。おすすめはねダークチョコ、まあ、カカオ成分がこう 70%80% とたくさん入ってるチョコでしたらおすすめなんですけれども、やっぱりダイエット中であればそれに変わるカカオ風味カカオ味のこういったダイエット効果の高い食材がこうギュッと詰まったこういったねバーナッツバーがおすすめになります。でこちらですね3本とも輸入物でブルガリアから来てます。あのブルガリアヨーグルトのねブルガリアから来ています。ブルガリアの方はこういったね夏場日頃から召し上がってるんでしょうね。いいですね。私たちも上手にですねこういった腸内環境が整って、しかも無添加です、人工甘味料とか化学調味料が入っていない腸に優しいおやつをですね適量食べることで食べ過ぎ防止やストレスですよね、ストレス発散で食べちゃうという方はですね上手にこういった良いものを少量適量取ることでダイエットをねどんどん成功させていただければなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。